はい、皆さん、こんにちは。ファミツアップスターズ、ターザン馬場です。そして、大河桜井です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、P47。はい。抽選会おめでとうございます。おめでとうございます。P 品。はい。これ、宮坊さん、ちょっと景色が違いますね、いつもと。自分の部屋からやってます。なんか、ノーパソで。ノーパソスカー映ってんじゃん。かけられてますね、壁に。使ってますね。自由ですね、今日は。まあ、ということでね、そんな感じで、宮坊さんも思わず、自分の部屋から録画してしまうほど強い男。てか、こいつ何だったマジでって感じだったんですけど、まあそうだね。だから、何って感じですね。ただ、オレンジ持ってるおじさんだと思う。そう。特エルみたいなやつ。特エル持つのクエル。なんといっても、まあ、友情コンボでしょう。調教フレアに調教バラージショットガン持っております。これね、まあ、調教フレアの方に目が行きがち。っていうか、まあ、目が行ってたんですけど、私は。バラージやべ。そうだね。実はそうだったね。両方やべえっす。しかも、貫通タイプということで。重宝言い方にするのもありなんじゃないかなと思っております。まあ、ちょっといかほどなね、ものなのかちょっと使ってみましょう。はい。お願いします。はい。ちなみに SS は、なんかまあ麻痺するときはあるけど、なんか、しょうもないというか、普通です。当たった初撃場は。強くはないです。プレイヤーが出る。はい。まあ。まあそこはね、別に SS じゃなくて友情に振ってるということで。こいつは SS は求めてない。はい、どん。これ、一大事だよ。もう目玉ないんだけど。サンダバはもういなくなる。強い。もう強いよ。強いね。まあ、ほんと、調教フレラと言ったら、リコルでしたけれども、まあ、リコルよりサブ友情、まあ、強いと言ってもいいんじゃないですか、これは。リコル、ホーミングだっけ？ホーミング。まあ、あれもね、あれで強かったんですけどね。フレアは、やっぱこう、弱点関係なくして、拾った判定数のだけダメージ出るんで、こういうちっちゃいやつには、もう、致命傷を与えていく。いや、来ちゃったか、今年も調教フレアが。やれ。はい。アビリティがいいわ、アビリティ。アビリティ。俺は。ブロック持ってるし、飛行ブロック、アインチウィンド。強化できるような気がします。はい。アクシスキラー M？ アクシスキラー M はね、なんか9っすよね。9って使えるんですかね。いや、ついたのが9だなって。あ、そういうことか。そういうこと。旧国じゃなくて。旧国はね、絶対ダメ。絶対ダメです。あれ、アクシスのところは5だっけ？5アクシスなの？5ってアクシスじゃなかった？5だよね、あそこって。まあ、どっちにしろいけないと思うけど、純のところ。純のところは雑魚敵がアクシスなの。大砲乗ってるザクみたいな。そう。まあでも、なんだこれ。さすがに、あそこはちょっと違うとは思いますけど。違うとは思う。これやばくない？今、威力やばかったっすね。これやばいな。真ん中にいたい。そう。ああ、上行っちゃった。すげえな。いやー、ついに貫通にも許されたかと。なんかね、やっぱダンテも調教フレアついたじゃん。情報修正で調教フレアになりましたね。ダンテの神化の方かな。やっぱ全然違うっすね。やっぱ砲撃話が違うね。バラジックか。バラージもね、必中だからね、何気なくね。確か上がり幅やばいんだよな、調教からの。あ、調教じゃねえ、普通のバラージから。わお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 。美味しそう。いやねー。あ、もう友情に関してはね、誰ぐらいって言えばいいのかわかんない。エクスカリバーぐらい強いんじゃない？リコル。リコル、強いもんね。リコルぐらい強い。いや、エクスカリバーぐらい強いでしょ、これ。いや、結構あるよ、全然。うん、あると思います。こんなにぶっ壊れ的な感じになるんだ。だから、本当に、誰ですかって思ってる人も結構いると思うんですよね。うん、確かに。まあ、そうだろうね。サラスバパターンな感じがする。ああ、確かに、どっちもなんか強めっすもんね。あなた誰ですかっていうことに関しては。はい、いや、でもまだサラスバティは、なんかその、まだその、ラグナロクだったりとかね。いや、知名度ありました、知名度。知名度あった、知名度。ある程度。そうか。こいつは、なんか、生まれた時から中途半端で、なんか、マジでこいつちゃんと使った記憶ないんだけど。なんか、あえて使おう。あえて使わないと使わないみたいな。うん、そうだよね。うん。やつだって。俺もなんか引いてたけど、って感じだった。うん。誰ですかって。そうそう、2体ぐらいいた。結構持ってますね。なあ、2体いてもいい。そうだね。これ2体いても全然いい。今となっては。やっぱ最近の女子が強くない？強い。本当に。クエリーと相性いいじゃん、クエリー。確かに。ブロック？爆発持ちと。超砲撃型いくか、こいつ。行こう。最近砲撃に線形使うの飽きてきたとか言い出したけど、今行こう。ちょっと使いたくなるね、さすがに。今行こう。今行くか。今行こう。かっこいいじゃん。うん。一応 SS 見てみます？そうっすね。雑に落ちます。真横でよさそう。真横やってみます。真横行きます。わかりやすく1段階目。はい、いきます。ああ、強いじゃん。悪くないですね、うん、これ結構マッチすんのかな。確かにね、なんかさっきから使ってる感じ、マヒルね。うん、マヒルイメージがすごい。いや本当お子さんもテンション爆上がりだよ。爆上がりっすね。爆上がりっすね。うん。いや、むしろ下がってる。あ、そう。めっちゃ機嫌悪いわ。あ、そうなんだ。そう。だね、世のリモートお父さんはこんな感じだから。なんで私じゃなくて P47 強くしたの？私も強くしてよ。って言ってるんですか？多分そう言ってますね。ありがとうございます。いや、俺に会いたいって俺は見る。じゃあ、もう一個でもいいですよ。はい。じゃあ、もう一個。じゃあ、もう一個いきましょう。はい。じゃあ、次はエルドラド行ってみたいと思います。はい。お願いします。エルドラド？エルドラド。うん。エルドラドっすか？エルドラド。エルドラドっす。エルドラド。この、オレンジおじさんで行くことがあろうとは。エルドラド。エルドラドっす。エルドラドしか言ってないんだけど。ポケモンのラケバみたいな。おかしいもんこれ。強い。だって当たってないもんね今ね。あれ。エルドラド。なんで地雷は拾えないんでね。そうですね。エルドラド。今ショットガンでやりましたもんね。ショットガン強いですね。だって本来パワーアップボール一生懸命くれて頑張るっていうステージ。そうですね。コンセプトがね、変わってきちゃってますね。いやー、やっぱ、そうなんだな。なんか、あんま存在感なかったやつの上がり幅はすごいな。いや、これはすごいよ。そういうことですよ。うん、誰が、こうなると予想していたでしょうか。おー、すげえ。キューンって減ってくもんね、だから。うん。それが多分バラージのヘリだと思う。気持ちいいよね。うん、この減り方。斬撃みたい。うん、そうなんかリコールはさ、ね、コピーしてもしょうもなかったじゃん。うん、フォーミングが出るだけで。はい、なんか、分かったっす。まあさ、相変わらずこの調教フレアの砲撃はコピーさせねえぞっていうのは伝わってくるけど、バラージコピーでもまあ強そう。まあ強いですね。うん、まあ、あえてコピーと連れていくことがあるかは分かんないですけど、全然バラージショットガンも、調教フレアと同じぐらい強いんじゃねえかと。うん。まあもうさ、これフレア、まあ、返されて別にコピーできるからいいよな。確かに確かに。うん。もう終わんじゃないかな。終わりますね、バラージ強すぎて。まあ、単体になった時のバラージショットはやばいですね。やちよ。調教フレアはね、ほんと範囲と単体どっちもいけるのがいいっすよね。うん。俺。おぉ。まぎったまぎった。すげえな。これはじゃあちょっと右に寄せてモリモリっといきますか。モリモリお願いします。ぶっ壊してるわ。ナイスモリモリ。はい。ナイスモリモリ。すげえ。素晴らしい。感動。感動した。努力でこうなったんでしょだって。47。ああ、修行したのかな。え、そういう設定？いや、どうだろうね。努力設定？努力、あ、努力じゃないかな。課金かな。わかんない。ディクショナリーに書いてある？努力でこうなったって。いや、人知れず、人知れず努力したんだと思います。うん。逆にね、こう、出番がないからこそ努力できたみたいなところはある。とろーっと。やっぱりパンドラみたいにさ忙しいとさ努力する時間もうないんだよ、確保できない、うん、だったね。走行を守ってきたってこと？走行守ってきた相当長い間。マジで性能忘れたんだけど、進化神か。うん、なんかちらほらさ、その一応近畿のここ行けるとかさ、一応覇者島のここ行けるとかさ、そうだったよね。そういう感じでなんかたまに名前が上がっていたが、うん、こいつである必要はないみたいな。そうなんか攻撃力低かったイメージ、うん、すごく。左下避けます。これ俺ワープ踏んでないよね。踏んでないと思います。うん、うん、バカゾの 1P のとこにいますね、右上だ。ナイス。いい配置、いい配置、いい配置。これ地雷あと2ターンで怖いとか思いつつも、じゃあ行きます。これまでに終わると。友情当たります。あ、ワープループできそう。あ、できなかった。わわ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 。え、次左下ね。左下ね。左下ね。オッケー。いや、強いっすね、友情やっぱり。素晴らしい。素晴らしい。拍手、拍手。拍手。拍手だ、これ。あー、確かな。あんま動きたくないな。そうっすね。3には当たりたくないっすね。そうね、この辺でしたっけ。1ぐらいまで当たれたら嬉しい。あ、でもいいんじゃない？いいんじゃない？いい配置よ。しかもモスキートが来てるんだよ。Pシナの速度感バッチリじゃないですか。バッチリバッチリ。これ一応当たって大丈夫かな。極めてるんです。いいと思いますよ。いや、きっとね、こいつなら弾壊したところで倒す。ああ。大丈夫かな。怖い怖い怖い。一応怖い。それちょっと。ドリアー。ドリアー。なんでしょう、若者の理由。オッケーオッケー。ドリア。ドリア。さて、適当に打ちますか。あって。僕1段階目ですけど、僕の番まで回ってこないでしょう。タバコはし。弾壊すかもしんない。壊さない。おお、いや溶けたね。すごい綺麗。位置がいいですね。弾壊しバチコンいきますか。バチコン、バチコンお願いします。バチコン得意なやつ、得意なやつお願いします。バチコンドン。おーしょー。いやいやはい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 。これ麻痺最高じゃない？麻痺の良さ出た。俺これ結構麻痺するな。確定ではないよね、多分。確定ではなさそう。確定ではないよね。でもすごい麻痺する。エルトラド。あらカーフボールとは何ですか？これが令和のモンストですわ。いやでもこれはエルトラドだけじゃなさそうっすね。なんかこう破壊してるの強そうですね。どれもこれはいかんね。もっといろんなところで使ってみたい。てか普通になんかリコルでもカナン強かった。カナンでもリコル強かった。リコルでもカナン強かったからこいつ持ってやべえんじゃねえか。なるほど。それも面白そうですね。まあちょっといろいろやりたいですね。はい、ということでだいぶこのおじさん強くなってると思うんで皆さんも使ってみてください。モンストの顔です。モンストの顔急に来たよ。はい。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。